歳になる女の子が卵を産みました。誰にも邪魔されないように大切に卵を抱えていました。そして数日が経った時、2羽の可愛い赤ちゃんが誕生しました。赤ちゃんを抱えるお母さん、大切に育ててくれていたのですが、一つ不安なことがあったのです。それは子供たちのお父さんがわからなかったのです。他の家族では赤ちゃんが生まれると、お母さんが子供たちを守って、お父さんがご飯を運んできたりして、子育てのサポートをしてくれるのですが、そのお父さんの姿が見えなかったのです。お父さんがいないと子育てはもちろんのこと、ご飯を集めることも他の子から守ることも、お母さん自身でしないといけませんでした。巣を離れてご飯を食べるお母さん。食べ終わったらすぐに巣に戻ります。巣に戻ったら赤ちゃんにご飯を与えます。赤ちゃんがお休みすると、巣の外で他の子が近づかないように監視します。近づく子がいたら全力で追い払いました。子供のために全力で子育てするお母さん。お母さんの体がだんだん細くなってきました。少しでもお母さんのサポートになるように、巣の近くにご飯と水を置きました。お母さんは私のことを警戒していたので、ご飯を食べてくれるか心配だったけど、無事にたくさん食べてくれました。子供たちは順調に元気に育っていきました。少し毛も生えてきて、どうやら白い羽の子のようです。お休み中のお母さんと子供たち。この頃の子供たちは1時間おきにご飯を欲しがるので、お母さんはゆっくり眠れていないのが想像できました。しかもお父さんのサポートがないので、辛労は大変だと思います。けどお母さんは幸せでした。こうして子供と一緒にいて、子供の成長を感じられて、どんな辛いことがあっても子供のためなら頑張れるのでした。気が強く子供を守るために攻撃的になるお母さん。けど子供と一緒にいるときは優しい顔に戻ります。大切に育てられた子供たちは元気いっぱいです。お母さんは子供たちにご飯をあげて、他の子がお家に入ってこないか監視して、安全が確認できれば、また子供のお世話をします。お父さんがいれば役割分担して子育てをするのですが、お父さんがいないので、すべてお母さんがしないといけませんでした。こうしてお母さんに大切に育てられた子供たちは順調に大きく育っていきました。子供たちも大きくなったので、お家のお掃除と発育状況の確認のために一旦外に出してみました。とても元気な子供たち。私の指を力強く掴んでくれて思いっきり噛んでくれました。お家のお掃除が終わって子供たちを返すと、少し放心状態、怖がらしてごめんね。すぐにお母さんも帰ってきてくれて、子供たちも安心したみたいです。子供たちを丁寧にお手入れするお母さん。けど子供たちはかなりくすぐったいみたいです。
お休みするときは優しく添い寝をしてくれました。大事に大切に子供たちを育ててくれるお母さん。お母さんにとって子供たちはかけがえのない宝物なのです。数日もすると毛も生え揃ってかなり大きくなりました。自分でご飯を食べることもお母さんに教えてもらいました。でもお母さんからもらうご飯の方がいいみたいです。体重が激減したお母さんも、子育てが落ち着いてきて体重も増えてきました。その時、白い羽のお父さんが帰ってきたのでした。近づいてくるお父さんに、お母さんは突き放しました。子供にも合わすことはありませんでした。お父さんは懸命に説得しましたが、お母さんの気持ちは変わりませんでした。そしてお父さんと決別しました。子供たちはいつ巣立ってもいいぐらいに成長しました。けど、お母さんがお家に帰ってくると、お母さんに甘えるまだまだ小さな子です。そんな甘えん坊の子供たちに巣立つ時が来ました。上の子は初めての外の世界でも、堂々としていて、とてもしっかりとした子です。下の子は外の世界を怖がってしまって、すぐに上の子を見つけ頼っていました。不安になっているその時、お母さんが来てくれました。お母さんは巣立ちした子供たちを見守ってくれていたのでした。子供たちが巣立った後、お母さんはお家にいました。子供たちに困ったことがあったとき、いつでもお家に帰ってこられるように。お母さんは一人で子育てすると決めました。誰の助けも借りず、立派に子供たちを大きくしました。辛いこともあったけど、子供たちのために頑張りました。子供たちの大きくなった姿を見届けた今、お母さんは幸せでした。それから数日後、お母さんに青い羽の新しい彼氏ができました。お母さんの新しい人生の始まりです。